激突。プロ野球12球団対抗日本シリーズは、1981年から1986年まで、フジテレビ系列の火曜ワイドスペシャルでプロ野球オフシーズン中の特別番組として放送されたゲームバラエティ番組である。プロ野球、セパ両リーグのスタープレイヤーが、各チーム3人ずつ参加、両リーグに分かれて、ゲームやクイズに挑戦、得点の多い2チームにより、 日本シリーズを繰り広げる。この時期各局で行われていたプロ野球オフシーズンのゲーム番組の一つだが、当番組の売りはセパ両リ,リーグに分かれてゲームやクイズを行った後、双方の高得点チームがプロ野球日本シリーズ形式で決勝ゲームを行うという趣向である。収録は日本青年館ホールで行われていた。出場選手は各チーム3人。席は ステージ左がセリーグ、ステージ右がパリーグで、前列は前年の A クラス、後列は同じく B クラスとなる。まず全12チームでのゲームやクイズを行い、すべてが終わったところで各チームの点数を発表し、双方の最高得点チームが日本シリーズ進出と認定された。そして日本シリーズでは1対1のゲームを行い、勝った方が優勝。 優勝すると、ステージの上に吊る、下げたくす玉が割れ、大量の紙吹雪、風船、紙テープが舞った。そして優勝チームには優勝機が授与され、さらに賞品が送られた。最後は司会の高島のゲームセットの掛け声と共に、観客席に出場選手からサインボールが投げられて、番組終了となった。1981年3月10日付の 毎日新聞ラジオテレビ欄、ありがとうございます。